This is a painting of Giorgio Vasari in the Renaissance. In this picture, many ciphers were hidden. Please be careful about the lady on the front left. This lady has a right angle ruler and a compass in her right hand. A right angle ruler and a
compass are also the current Freemason symbol marks. Why is a Masonic symbol drawn in such a place? But there is a hint to solve the mystery in this picture itself. Please note the two people in the foreground. In these two people, you can read and know that the number 12 was hidden. It is number 12. 12 is a sacred number of Nifurusag. When you know this, you will also know that the man on her left side is Enki. Nifurusag and Enki are gods who remodeled human beings. It is believed that Nifurusag and Enki were a couple as well as a sister and a brother. In other words, the square and the compass symbolize the modification of human beings. But that was not a point for today's video. A much bigger secret was hidden in this picture. It is a secret that even Giorgio Vasari at the time of the 1500s could not know. I repeat it again. It is a secret that even Giorgio Vasari at the time of the 1500s could not know. It is exactly impossible possibility. This video is a video about the mystery. これはルネサンスの時代にジョルジョ・ヴァザーリの描いた絵です。この絵の中には多くの暗号が隠されていました。手前左の人物に注意してください。この人は向かって左側の右手に触覚定規とコンパスを持っています。触覚定規とコンパスは現在のフリーメイソンのシンボルマークにもなっていますが、なぜこんなところにフリーメイソンのシンボルマークが描かれているのでしょうか。が、その謎を解くヒントはこの絵の中にありました。手前の二人の人物に注意してください。この二人の人物の中に12という数字が隠し込まれていました。12です。12というのはニンフルサグの神聖数です。となるとその右にいるのは延期ということになります。ニンフルサグと延期は人間を改造した神です。つまり直角定規とコンパスはその改造を象徴したものということになりますが、それだけではありませんでした。この絵の中にはさらに大きな秘密が隠されていました。1500年代当時のヴァザーリが知る由もなかった秘密です。繰り返します。1500年代当時のヴァザーリが知る由もなかった秘密です。まさにありえない秘密です。この動画はそれについての動画です。広志林浜松シティジャパン。そのジョルジオ・ヴァザーリの描いた絵をもう一度検証し直してみました。これがその絵です。いろいろな説明がなされていますが、あまり意味がありません。この絵の今キーワークで囲った部分に注意してください。この中にどうやら27という数字が隠し込まれているように思います。まあそのようにも見えるというレベルの話かもしれませんが、27と読んでもおかしくないと思います。で、これは27なのでしょうか。もし27であるとするならば、27はユダヤのゲマトリアで解読するとカインとなります。そこでヴァザーリの師匠と言われているミケランジロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いたカインと比較してみます。左がヴァザーリの絵です。右がミケランジロの描いた絵です。で、この両者はポーズが大変よく似ている点に注意してください。ポーズがよく似ている。他の場所でもミケランジェロはこのような形で多くの暗号を残しています。で、これもその中の一つではないかと私は考えています。
そこで拡大して顔を比較してみます。左がヴァザーリ、右がミケランジェロですが、この両者は似ているといえば似ていますが、似ていないといえば似ていないということで、ここでは一応クエスチョンマークをつけておきます。つまり仮説の前提ということになります。で、これはカインなのかどうかということになります。で、カインであるかどうかは別にして、この絵の中に登場している神々をもう一度整理してみたいと思います。詳しくはこの続く動画の中で皆さんに説明します。左下にいるのがニンフルサグということになります。そしてその右が延期ですね。そしてこの赤い枠の部分を拡大してみます。するとそこには合計4人の人が描かれているのがわかります。拡大してみます。この羊は私はイシュタールと判断しました。そしてその左にいるのがマルドク、バホメットの顔をしています。そして右上にいるのがエンディルということになります。恐ろしいライオン顔をしています。それについての動画もこの後につなげておきます。つまりここに描かれているのは古代の神々であるということになります。で、昨日2019年7月12日サザレ石さんという方からこんな書き込みをいただきました。ヴァザーリのこの絵においては左の女性はニンフルサグ、右の男性は延期として地球儀をマルドックとイナンナが取り合っている絵だとすれば、この絵はゼカリア・シッチンの地球年代記に描かれている第二次ピラミッド戦争後の和平会議に関わる絵ではないかと連想しています。この会議はニンフルサグの召集で行われ、そこで地球の分割支配が確認され、エジプトの支配権がマルドックからトスに移されたとあります。この絵の右側のひためがちに去っていく格好の男性はカイン、すなわちマルドックに似ているようにも見えてきますと。そこでゼカリア・シッチン書の地球年代記の冒頭の部分から第二次ピラミッド戦争までの部分を翻訳してみました。この辺りから第二次ピラミッド戦争へと話がつながっていきます。Opposed to the resulting control of all the space facilities by Enki's descendants, the entities launched the Second Pyramid War.
The victorious Ninurta empties the great pyramid of its equipment. Nifusak, half-sister of Enki and Enryu, convenes peace conference. The division of Earth is reaffirmed. Rule over Egypt transferred from the Ra or Marduk dynasty to that of Thoth. Heliopolis built as a substitute beacon city. サザレ石さんがですね、書き込みの中で第2次ピラミッド戦争の内容とよく似ているとおっしゃっている部分はこの部分ということになります。もう一度この部分を正確に読んでみたいと思います。ラーつまりマルドゥックは延期の長男であったが、オシリスとセスの間でエジプトを分割して与えた。セスはオシリスを排除し、ナイルの谷の支配を自分のものとした。ホルスが第一次ピラミッド戦争を仕掛け、彼の父のオシリスの復讐を果たした。セスはアジアに逃れ、シナイ半島とカナンを確保した。延期の子孫たちによる宇宙の施設が支配されることに反対し、エンリル一派は第二次ピラミッド戦争を仕掛けた。延期の2分の1の姉であるニンフルサグは和平会議を招集した。地球の分割支配が確認された。エジプトの支配権はラー・マルドゥックからトスに移された。ヘリオポリスがビーコン、つまり東大都市の代替都市として建てられた。つまりサザレ石さんはですね、この延期の地球年代記の第二次ピラミッド戦争の部分の記述とジョルジョ・ヴァザーリの絵の中の様子が一致しているのではないかということなんですね。確かに一致しています。ただ一つの穴はですね、この第二次ピラミッド戦争の最中にはですね、まだイナンナ・イシュタールはこの宇宙には存在しなかったのではないかということです。またその名前がですね、この地球年代記の中には出てきていませんが、地球を挟んでマルドゥックとイナナ・シュタールが何やら話し合っている様子を見るとですね、つまりは地球分割の話し合いをしているような雰囲気でもあるわけです。つまりこうした神々の戦争の流れがですね、ジョルジョ・ヴァザーリの絵の中に表現されていると考えることは間違っていないと私は考えています。で、結論ということになりますが、ジョルジョ・ヴァザーリの絵の中の様子が第二次ピラミッド戦争の様子を描いたものであるかどうかということは別にしてですね、1500年代のジョルジョ・ヴァザーリがですね、いわゆる神々のこうした戦争をですね、知っていたとは到底考えられないわけです。こうした神々の戦争を知ったのはゼカリア・シッチンが粘土版を解読して、またその時が初めてだったということです。つまり繰り返しますが、ジョルジョ・ヴァザーリがですね、このような神々の戦争を知るってことは当時としてはありえなかったということですが、そうした様子がですね、こうした絵の中に描かれているということはですね、言い換えるとなぜそれをジョルジョ・ヴァザーリが知れたかという問題へとつながっていくわけです。さらに言えばですね、ダ・ヴィンチ、ミケラランジェロと並んでジョルジョ・ヴァザーリもまた1500年後のイエスの、つまりは代理人であったという可能性がぐんと高くなってきました。その一つがこの謎めいた絵ということになります。この絵の中にはそういう、まあ、底知れぬ謎が隠されているということになります。サザレ石さん、どうもありがとうございました。 Bye for now。
in order to find the Pleiades, face the southern sky. Find Sirius first. っているかのようにも見えます。が、それだけではありません。羊の向かって右側、羊の後ろに注意してください。羊が描かれています。その後ろに一人の人物が描かれています。この人物は誰かということですけども、バフォメットの向かって左側、バフォメットの後ろに描かれている私がプレアディス星団と判断した星と同じように対照させて考えてみないと、この謎は解けないのではないかと考えています。つまり羊の後ろには謎の人物、そしてバフォメットの後ろにはプレアデス星団が描かれているということです。これは何を意味するのでしょうか。この謎を解くために、羊の後ろにいる人物を拡大してみました。何やら険しい顔の人物が浮かび上がってきました。さらに拡大してみます。顔中ひげだらけの何やら恐ろしい形相の人間ということになりますが、これは本当に人間なのでしょうか。今までの流れからすると、ここに描かれていてもおかしくない人物はアヌ王、もしくはその息子のエンリルということになります。一般にはエンリルは恐ろしい顔のライオン顔で表現されています。そのエンリルに酷似しています。この写真はミトラ教の地下洞窟における神事の様子を描いたものですが、そこにはエンリルはこのように表現されています。他にも今も言いましたように、エンリルは一般には恐ろしいライオン顔で表現されています。つまり羊の右後ろに描かれているのはエンリルということになります。つまりエンリルが羊、つまりイナンナ・イシュタールを助けている図とも解釈できるということになります。となると、向かって左側に描いてあるバフォメットはですね、プレアデスと深い関係のある神ということになるのではないでしょうか。が、プレアデスといえばですね、プレアデス星人ということになります。そのことについてはこれから一連の動画の中で説明しますが、要するに、つまり分かりやすく言えばですね、イナンナ・イシュタール、そしてマルドゥックの宗教戦争の背後にはそれぞれ上位の神がいるということになるのではないでしょうか。つまりイシュタールに対してはエンリル、そしてマルドゥックに対してはプレアデス星人というようにです。今の段階ではとんでもない仮説のようにも考えられますが、しかし一連の流れからするとですね、それもありということになるわけです。なおかつ16世紀に活躍したジョルジョ・ヴァザーリがですね、こうした事実を知っていたというのも大きな謎ということになります。こうした事実を発見し、そして整理したのは2012年以後の私、林博史だからです。どうしてこんな事実を16世紀のジョルジョ・ヴァザーリが知っていたかということも、今も言いましたように大きな謎ということになりますが、そんな謎の中でも一つだけはっきりしていることがあります。これだけははっきりしています。つまりこの地球は私たち地球人、人間のものではないということです。
Wikipedia English writes that Giorgio Vasari, 1511 to 1574, was an Italian painter, architect, writer, and historian, and was most famous today for his Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects, which was considered the ideological foundation of art historical writing. Giorgio Vasari はミケランジェロの弟子、画家、建築家、作家、そして歴史家、芸術家列伝、つまりミケランジェロを中心にルネサンス期の芸術家の評伝を書いたことでも知られています。この中で再生、つまりリナシタという用語を用いており、それがルネサンスという言葉につながったとも言われています。広志林、浜祭りジャパン。ジョルジオ・ヴァザーリはこんな絵を描いています。いろいろな説明がなされていますが、それはさておき、この中央の部分に注意してください。この赤枠で囲った部分です。ここに描かれているのは縦と思われますが、そのデザインが大変気になります。中央に地球儀、あるいは地球らしきものが描かれていて、その左右に奇妙な動物が2匹描かれています。私林博士は向かって左側の動物らしきものはバフォメットと判断しました。そして向かって右側に描かれているのは羊と判断しました。バフォメット、つまりイエス・キリスト、そして羊マリアということになります。その2匹の動物が地球を挟んで、つまりは地球を取り合っているかのように見えます。バフォメットの絵は私が知る限り最も古い絵ということになりますが、ダヴィンチ自身もバフォメットを描いています。サルバドール・ムンディ、世界の救世主という絵ですけども、これはある意味で騙し絵になっています。サルバドール・ムンディの絵を逆さまにし、髪の毛に着色してみると、つまりそれはそのままバフォメットの顔になります。左右比較してみてください。それを裏付ける一つの証拠として、バフォメットとそしてサルバドール・ムンディのハンドジェスチャーに注意してください。共にサバジオスの手を表現しています。ここが今日の大切なポイントですから、もう一度確認しておいてください。ジョルジオ・ヴァザーリのこの絵の中央に盾のようなものが描かれ、その中心に地球が描かれ、左右に左にバフォメット、そして右に羊が描かれています。バフォメットイコールイエス、羊イコールマリアイコールローマンカトリックと私林博士は判断しています。そのバフォメットとマリアとなると、その手前に描かれている2人の人物は誰かということになります。ここが今日の重要なテーマということになります。なお、ここに描かれているのがバフォメットであるということは、例えば顎の下のひげ、そしてもちろん角などが一致しているからです。注意深くご覧ください。いろいろ言われていますが、バフォメット最古の絵はこのジョルジオ・ヴァザーリの絵の中にあったということになります。なぜヴァザーリはこんな絵を描いたのでしょうか。そこでさらにこの絵を検証してみます。向かって左側の女性に注意してください。女性の向かって左側の右腕に注意してください。
この赤い丸をつけた部分ですけども、この女性はこの腕の中に直角定規とコンパスを持っています。言うまでもなくフリーメイソンのシンボルマークへとつながっていきます。そして向かって右側、つまり中央に描かれている男性に注意してください。この男性の背中にはヒレが表現されています。つまり少なくとも人間ではないということになります。このヒレに注意してください。ジョルジョ・バザーリは他の自分の絵の中でもやはりヒレをあちこちに描いています。左の絵もジョルジョ・バザーリの絵ですけども、ここに描かれている子供の背中にもヒレが描かれています。全く同じであるという点に注意してください。そしてさらにミケランジェロの絵の中にも同じヒレが描かれています。システィーナ天井画のノアと3人の息子と題されたこの絵です。この絵の中の下にかがんでいる息子の一人に注意してください。全く同じヒレが描かれています。もっともジョルジョ・バザーリはミケランジェロの弟子であったということですから、このような形で、まあ、ヒレがですね一致していたとしてもおかしくはありませんが、しかし筋肉のつき方、筋肉の様子、体の、まあ、何て言いますかね、表現の仕方まで同じであるという点に注意してください。今ご覧いただいているのはそのヒレということになります。となるとこの2人の人物は誰か、あるいはどのように捉えたら良いのかということになります。中央の盾の中にはイエスイコールバフォメットが描かれています。そしてマリアイコールローマンカトリックも描かれています。となるとそれ以上の人物ということになります。もう一度ジョルジョ・バザーリの絵を見てください。中央の盾と思われるものの中にバフォメット、そして向かって右側にマリアが描かれています。羊イコールマリアということになります。がその謎を解く鍵はこの絵の中にありました。もう一度この絵を見てください。手前にいる向かって左側の女性、向かって右側の男性、この二人はキリスト、そしてマリアよりもさらに上位の神ということになります。そして向かって左側の女性は手に直角定規とコンパスを持っています。つまりフリーメイソンのシンボルマークの、まあ、直角定規とコンパスと一致するということです。でその謎を解く鍵がこの隠し数字ということになります。ここには1、2、つまり12という数字が隠し込まれていましたが、ここだけを見るとそのようにも見えるかなというふうに考えられる人もいるかもしれませんが、あのアゴスティアーノ・ヴェネチアーノも自分の絵の中に隠し数字を書き込んでいました。左から1502となります。02は読み直して20とします。15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。20はシャマーシュの神聖数です。イナンナ・イシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を後に立ち上げます。ともかくもここには1502という数字が隠し込んでありました。同じ手法で、つまりはバザーリもそれに気がついていたかどうかは別として、バザーリの絵の中には12、つまり12という数字が隠し込んであったということになります。1212です。12は
メソポタミアの神聖数によればニンフルサグを意味します。ニンフルさん、つまり延期の姉でもあり妻でもあると言われている神です。右上はバビロニアで見つかったバウンダリーストーンです。境界石です。そのバウンダリーストーンの向かって右側、上から3番目にニンフルさんが表現されています。オメガマークで知られているニンフルサグです。神聖数は12です。つまりここに描かれているのはニンフルサグということになります。となるとその向かって右側に描かれているこの男性は誰かということになります。向かって右側の男性は誰かが、その謎を解く鍵が中国に残っていました。直角、定規とコンパスに注意してください。その直角、定規とコンパスを持った神、それが如家と福義ということになります。如家と福義です。つまり如家と福義の絵とここで一致するということになります。如家が持っているコンパス、福音が持っている直角定規に注意してください。つまり如家、福音イコールニンフルサグおよび延期ということになります。如家と福音は、つまりは人間を改造し人間を創造した神ということになりますが、その二人の神がジョルジョ・ヴァザーリの絵の中の、つまりはテーマとこのような形で一致します。つまりはジョルジョ・ヴァザーリの絵の中に描かれている二人の人物は、向かって左側がニンフルさん、そして中央に描かれているのが延期ということになります。なお古来より如家福義の下半身は大蛇の様子で描かれていることが多いのですけども、延期もまたレリーフによっては大蛇に描かれていることがあります。今ご覧いただいているのがそのレリーフ、あるいは円筒印象から起こした絵ということになります。同じような下半身大蛇の延期はエジプトでも見つかっています。下、向かって左側はメソポタミアで見つかっている延期像です。まあ、このような形で四方八方から一つの事実へとつながっていきます。さらにこんな証拠もあります。ジョルジョ・ヴァザーリの絵に戻ります。この絵の中央に描かれている人物、延期、もう延期と断言してよいわけですけども、この延期の腰のところに注意してください。透明の皮がめくれているかのように見えます。そうです、神秘がめくれています。もっと言えば脱皮している人間が描かれています。大変興味深いことに、ダ・ヴィンチも同じような皮膚を描いています。カーネーションと聖母子の絵ですけども、この中に描かれている、つまりイエスの腰に注意してください。イエスの腰にもやはり同じようにと言いますか、同じような脱皮している皮膚が描かれています。つまりこれらの神々は脱皮するタイプの神であったということになります。つまり中央に描かれているのは延期、ギリシャ名プロメテウスということになります。そのプロメテウスの背中にはヒレがあったということです。つまりこのような形で1500年後のイエスはジョルジョ・
ヴァザーリという操り人形芸術家を使って、つまりは神々の系図をこのような形で私たちにメッセージとして残したということになるのではないでしょうか。またそう考えれば、中央にイエスとマリアが描かれ、さらに手前にニンフルサングと延期が書かれているという意味も納得できます。ニンフルサングと延期はイエス、マリアの立場から見れば、さらに上位の神ということになります。ついでですが、向かって左側がミケランジェロの絵ということになります。右がヴァザーリの絵です。が、いくら弟子であっても、このように一致するものかという疑問、謎も残ります。まあ、弟子でしたから、似ていてもおかしくないということになりますが、しかしその向こうにあるアジェンダまで、つまり基本的な姿勢まで一致するということはあり得ることなのでしょうか。ともかくも、ここに描かれているのが、向かって左側がバフメット、つまりイエス・キリスト、そして向かって右側が羊、マリアということになります。もう一つついでですが、この盾のようなものの左端に描かれている星のようなものは何かについても考えておきます。この星のようなものを見て、まず最初に思いつくのがプレアデス星山です。日本ではスバルと呼ばれています。マルドックの左上にプレアデス星山が描かれているとしたら、これまた大変なことになります。16世紀のヴァザーリには知る由もなかった星団、そしてその星の並び方ということになるからです。ここでは一応ペンディングということにしておきます。で、結論ということになります。ジョルジョ・ヴァザーリの描いた一枚の絵画、その中に描かれているのがニンフルサングであり、その右下に描かれているのが延期ということになります。となると、その向こうに描かれているのがイシュタール、マリアです。そしてマルドックということになります。延期の息子ということになっています。そして背中にヒレがあるということから、ここではラム族の一人であるということになります。が、その一方で延期は下半身が大蛇であったとも言われています。つまりサーペント族です。その様子を表しているのが中国の如花と伏羲の絵ということになります。繰り返しになりますけども、下はメソポタミアで見つかっている円筒印章から起こした、まあ、レリーフと思われる絵です。その中では延期は下半身は大蛇、つまりサーペント族として描かれています。このような形で1500年後のイエスはジョルジオ・ヴァザーリという画家を通して私たちに神々の系図を残したということになります。最後にもう一度おさらいして、この章を終わりたいと思います。左上がニンフルサン、右が延期、下がマルドックとイシュター、つまりイランナ、つまりマリアということになります。マルドックイコールバホメットというふうにつながっていきます。そしてこの両者は、ゼカリア出身が説いているように対立関係に入ります。左は現在のフリーメイソンへとつながり、右は現在のローマンカトリックへとつながっています。続く動画をどうかご覧になってください。バイ。
Wikipedia English writes about Nua and Fushi as follows. Fushi is a culture hero in Chinese legend and mythology, credited along with his sister Nua with creating humanity and the invention of hunting, fishing, and cooking, as well as the kanji system of writing Chinese characters, 2000 BCE. Fushi was known as the original human, although technically speaking he was not a human, and he was said to have been born in the lower middle reaches of the Yellow River in a place called Changi. Though this is an explanation in Wikipedia, as a matter of fact, no one knows who Nua and Fushi are and where they are from. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to solve this mystery, and I also proved that Nua is Ninfurusak and Fushi is Enki in Babylonia. 中国では人類の創始者と言われている儒家と溥儀ですが、実際のところ儒家と溥儀が誰であり、またどこから来たのか誰も知りません。その儒家と溥儀が誰であるか、その謎をこの動画の中で解き、儒家とはニンフルサムのことであり、溥儀とは延期のことであることを私林博士が証明します。広志林浜松市ジャパン。もう一度画面を見ながら説明します。中国に残る儒家と溥儀の絵です。向かって左側が儒家、女性顔です。そして向かって右側が溥儀、男性顔です。まあ、あまり当てになりませんけども、左を儒家、右を溥儀とします。まあ、どちらでもいいわけですけども、手に持っているアイテムに注意してください。儒家はコンパスを持っています。溥儀は直角定規を持っています。この組み合わせはフリーメイソンのシンボルマークのそれと一致します。ここが今日の一つのポイントとなります。で、その儒家と溥儀は誰なのかということになりますが、その謎を解く鍵を中世の画家ダ・ヴィンチの後に続いたジョルジオ・ヴァサーリが残してくれました。ジョルジオ・ヴァサーリ、簡単に言えばミケランジェロ・ボラノリティの
熱心な崇拝者ということになっていますが、そのジョルジョ・ヴァサーリはこれから紹介するような絵を描き残しています。その絵の中に書家と福義の謎を解く鍵が隠し込まれていました。これがその絵です。この向かって左側の裸の女性が持っているアイテムに注意してください。手に持っているのはコンパスと直角定規です。つまりフリーメイソンのシンボリックなアイテムということになります。向かって左側の方にコンパス、そしてその向こうに直角定規が描かれています。まさしくフリーメイソンのシンボリックなアイテムということになりますが、そのコンセプトは書家と福義と同じということになります。ではこの女性は誰なのかということになりますが、その前に一般説を紹介しておきます。フリーメイソンは16世紀後半から17世紀初頭に半然としない起源から起きた友愛結社である。現在多様な形で全世界に存在し、その会員数は600万人に上ると。そのジョルジオ・ヴァサーリは16世紀後半の画家です。それはともかくも、そのジョルジオ・ヴァサーリの描いた絵をもう一度ご覧になってください。向かって左側に女性、そして中央やや右寄りに一人の男性が描かれています。その二人の人物を通してジョルジオ・ヴァサーリはこの絵の中に12という数字を隠し込みました。この手法はミケランジョ・ブラヌティが描いたとされるカッシナの戦いの手法と同じです。12です。で、その12は何かということですけども、これはバビロニアに残るバウンダリーストーンです。中央一番上にイシュタールが位置し、向かって左側に父親のシン、月の神です。そして右にシャマーシュが位置し、その下にニンフルサグが位置します。左からアヌを下へ、エンリル、そしてエンキエアですね。中央上にイナンナシュタール、そしてシャマーシュ、そして最後にニンフルサグです。髪の毛に注意してください。オメガマークになっています。そしてそれぞれの神には神の数、神聖数が割り当てられていました。60はアヌオ、大きい数ですね。で、50がエンリル、40がエンキ、イシュタール、イナンナは15ですけど、一般には8方向に伸びる、金星ですね、で表現されます。その下にシャーマーシュが位置し、右下にニンフルサグが位置します。ニンフルサグの神聖数は12です。延期と手を組んで、そして人間改造を試みたニンフルサグです。延期の妻でもあり姉でもあると言われています。つまりここに描かれている向かって左側の人物は延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグということになります。これで辻褄が合います。人間改造を試みた延期とニンフルサグ、延期が福義ということになりますし、ニンフルサグが女家ということになります。
もう一度ダヴィンチとミケランジェロ、そしてジョルジョ・ヴァサーリの年代的な位置関係を確認しておいてください。レオナルド・ダヴィンチ、ミケランジェロ・ヴァノルティ、そしてジョルジョ・ヴァサーリと続きます。ジョルジョ・ヴァサーリはミケランジェロの熱心な崇拝者であったと言われています。これら3人の芸術家たちは1500年後のイエスの指導家にあったか、あるいは操り人形芸術家であったと私林浩司は判断しています。例えばこれはダヴィンチの描いた岩窟の聖母の絵ですけども、このイエスと言われている子供の足にはいわゆる脱皮した皮膚が表現されています。皮膚がめくれていますね。神秘がめくれています。そして足は全体としてぼやぼやと表現されています。まあ、脱皮している足を表現したわけですけども、言うなればこの子供は脱皮するタイプの子供であったことを示しています。同じようにジョルジョ・ヴァサーリも脱皮する人間を表現しています。もう一度先の絵を見てください。中央の男性に注意してください。腰から下にそれが表現されています。そしてその絵の中に12という数字が隠し込まれています。おそらくジョルジョ・ヴァサーリもこの数字には気がつかなかったものと思われます。12です。つまり12というのはニンフルサグを意味する神聖数ということになります。そしてそのニンフルサグは日本にもいました。日本の埴輪です。手に注意してください。くにゃっと曲がって先が細くなっているのがわかります。埴輪です。日本の埴輪です。同じようなと言いますか、同じようなコンセプトを持った像がエジプト、イラン周辺で見つかっています。これがその像ですけども、やはり手に注意してみてください。手がぐにゃっと曲がって手の先が細くなっているのがわかります。これらの像はニンフルサグ像ということになります。太い腰もその特徴の一つということになりますが、右がバビロニアで見つかったニンフルサグ像です。となると左の3体はエジプト、イランで見つかっているこれらの像もニンフルサグということになります。足の先も酷似しています。そしてその像と同じものが日本でも見つかっているということです。皆さん自身の目で確認してください。向かって右側の埴輪はまさしくニンフルサグ像ということになります。延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグ像ということになります。右の像がイランで見つかっている別の像です。このような形で日本とペルシャ、そしてエジプトとは深くつながっているということになります。 by 林浩司発見です。で、その事実を裏付ける証拠がもう一つあります。ニンフルサグ像に注意してください。メソポタミアで見つかっているニンフルサグ像ですね。そして一番左が井戸尻考古館に展示してある土器と言われているものです。手の形に注意してください。手の形が同じであることに皆さんもお気づきになると思います。一番左がニンフルサグ像であるかどうかは断定できませんけれども、同じということですね。そしてよく見ますと、
手の指が3本あるように見えます。そのコンセプトはやはり井戸尻考古館にある土器と一致します。3本指の、まあ、現地ではカエルと言われているものが表現されていますが、このカエルと言われているものもですね、よく見るとオメガマークをしているのがわかります。オメガマークはニンフルサグの象徴的なマークということになります。つまり左の土器はカエルなんかではなくて、まさしくニンフルサグということになります。神の中の神、延期、つまりプロメテウスの妻でもあり姉でもあるニンフルサグを表現したものだと私林浩司は判断しています。右がオメガマークをかたどったニンフルサグの、まあ、いわば紋章のようなものとお考えください。オメガマークですね、髪の毛にその特徴が現れています。まあ、一応ここではクエスチョンマークということにしておきます。ニンフルサグです。髪の毛がオメガマークになっている点に注意してください。そしてそのコンセプトはエジプトのハトホール神と一致します。そしてさらに日本の縄文ヴィーナスと一致します。耳の位置が極端に離れている点に注意してください。現地ではこれを耳飾り、縄文ヴィーナスの耳飾りと説明していますが、私はこれを耳飾りとは判断していません。耳そのものであると判断しています。まあ、このような形で日本とエジプト、そしてペルシャとつながっているということです。ついでにジョルジオ・ヴァサーリの絵の中でもう一つ気になったことがありますから付け足しておきます。先の絵画をもう一度ご覧になってください。この女性と男性の間に奇妙なものが描かれています。この絵に注意してみてください。皿あるいは円盤あるいはプレートのようなものだと判断していますが、この絵の中には中央に丸い球体が描かれ、その両側に向かって右側に羊らしきもの、向かって左側に何やらわけのわからない動物らしきものが描かれているのがわかります。そして左上には7個か8個の星が描かれています。私は向かって左側のこの絵はバフメットを表したものと判断し、向かって右側の絵はカトリックを象徴する羊を表したものだと表現しています。となりますと中央に描かれているのは地球ではないかと考えています。つまりこの地球を取り合って、向かって左側のバフメットと向かって右側の羊が取り合っている、あるいは何やら相談している絵ということになります。これはあくまでも余談です。つまりバフメットがこの地球は私のものだ、つまりマルドックですね、そして向かって右側にいる羊がこれは私のものよとローマンカトリックを象徴していると私は判断しています。これはあくまでも余談です。以上が私林浩司が皆さんにお見せできるヌア、つまりジョカイコールニンフルサグ、フーシー、つまり福義イコール延期説の証拠と証明ということになります。最後にもう一度ジョカと福義の絵をご覧になってください。つまりジョカと福義も詰まるところペルシャから来た神であるということになります。この事実は中国の人たちにとっては誠にもってまずいということになるのかもしれませんが、事実は事実です。 Bye for now。
Wikipedia English writes about Niflsek as follows. In Sumerian religion, both the mother goddess of mountains and one of the seven great deities of Sumer. She is principally a fertility goddess. Temple hymn sources identify her as a true and great lady of heaven, and kings of Sumer were nourished by Niflsek's milk. Sometimes her hair is depicted in an omega shape, and at times she wears a horned headdress and tiered skirt, often with bow cases at her shoulders. Frequently she carries a mace or baton surmounted by an omega motif or a derivation. She is the tutelary deity to several Sumerian leaders. Wikipedia 英語版は女神ニンフルサグについて次のように書いています。シュメールの7人の神の一人、豊穣の神で天の真実にして偉大な神であり、シュメールのリーダーの守護神であると。そしてシュメールの王たちはニンフルサグの父、つまりメルクで育ったとも言われている。ニンフルサグの髪の毛はオメガマークの形をしているところから、オメガがニンフルサグの象徴的シンボルとして使われている。そのニンフルサグをルネサンスの画家ジョルジオ・ヴァサーリが自分の絵画の中に隠し絵の形で書き込んでいましたが、これは神々の謎を解く重大なヒントとなりました。広し林、浜松シティ、ジャパン。ジオルジオ・ヴァサーリです。1500年後のイエスのやはり操り人形芸術家でした。そのジオルジオ・ヴァサーリがこんな絵を描き残しています。一応ギリシャ神話に基づく絵ということになっていますが、そうした説明にはほとんど意味がありません。この絵の中に12という数字が隠し込まれていました。12、つまりニンフルサグの神聖数ということになります。神聖数について簡単に説明しておきます。バウンダリーストーンです。境界石です。王権を与えられた王たちはこの境界石を境界に置きました。その境界石には神々の像が描き込まれています。で、この境界石ではイナニナ・イシュタールが頂点に立ちます。そしてそれぞれの神々にはシンボルマークと、そして神聖数が割り当てられていました。で、この神聖数がですね、それぞれの神を表すということにもなります。右、中央、やや下がニンフルサグです。で、順に見ていきます。神聖数、60、アヌ王です。50、エンリルです。そして、40がエア、エンキ、ギリシャ名、プロメテウスです。そして、イシュタールは15、そして、シャマーシュが20、そして、ニンフルサグ、オメガマークのニンフルサグが12です。まあ、こうして、神聖数によって神々を表現したということになります。その神聖数が、ジオルジオ・ヴァサーリの絵の中に隠し込まれていました。おそらく、ジオルジオ・ヴァサーリもこの事実に気がついていなかったものと思われます。そのニンフルサグを私たち人間の立場で簡単に理解しようとするならですね、
ニンフルサグというのはアヌ王の一応娘ということになっています。そしてあのエア、エンキ、つまりプロメテウスの姉でもあり妻でもあるということになります。神々の世界においてはそうした関係はあくまでも便宜上のものです。で、姉でもあり妻でもあったのがニンフルサグということになります。人間改造の手助けをしたといいますか、延期と一緒に人間改造をした女神ということになります。話を先に進める前にジョルジョ・ヴァサーリの年代をですね、簡単に説明しておきたいと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そしてジョルジョ・ヴァサーリです。ウィキペディア英語版によれば、ジョルジョ・ヴァサーリはミケランジェロの弟子ということになっています。ですからジョルジョ・ヴァサーリがミケランジェロの描いた絵と似ている絵を描いてもおかしくはないということになります。で、レオナルド・ダ・ヴィンチですが、この左の子供に注意してください。マリアの指先が皮膚に潜り込んでいて、そしてその子供の皮膚には脱皮した様子が描かれています。by 林博史です。で、その脱皮した様子は正確に、爬虫類、トカゲなどの脱皮した様子と一致しています。まあ、このような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、このような絵を発表したということになります。で、今は皆さんにこの脱皮した様子をご覧いただいています。そしてジョルジオ・ヴァサーリも同じような絵を描いています。ダ・ヴィンチとジョルジオ・ヴァサーリの間には何か接点があったのでしょうか、なかったのでしょうか。で、左端の女性に注意してください。手に直角定規とコンパスを持っています。直角定規とコンパスです。言うまでもなくフリーメイソンのシンボル的なアイテムです。この2つが重なって現在のフリーメイソンのシンボルマークとなっています。と同時に、この絵の中で注意していただきたいのは、ここに描かれている人物の背中にはトカゲ特有のヒレが描かれていることです。背中のボコボコに注意してください。ヒレが描かれています。この赤丸で囲った部分に注意してください。 by 森本聡さん発見です。で、このヒレが何を意味するかですけども、ラム族特有のヒレということになります。そのヒレが中央右より下のこの人物の背中にも描かれています。注意深くご覧ください。黒く塗りつぶしてありますけども、これは隠し絵で描かれたヒレということになり、それと同じ、全く同じ絵がミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の天井に描いた絵の中にも描かれています。ノアと3人の息子ですが、この左の赤い四角で囲んだ部分に注意してください。90度左に回して反転してみますと、そのコンセプトといいますか、描き方が全く同じであることに皆さんもお気づきになると思いますが、それだけではありません。体に注意してください。体の描き方も全く同じです。まあ、最もこれについてはジョルジョ・ヴァサーリはミケランジェロの弟子であったという点から、こうした、まあ、作風といいますかね、絵画を、まあ、学んだということも考えられます。しかしその表現の仕方が全く同じであるというのも大変奇妙なことではないでしょうか。そしてここが重要な今日のポイントになりますから、もう一度ジョルジョ・ヴァサーリの絵を確認してみてください。左はジョルジョ・ヴァサーリの描いた絵ですけども、この赤丸で囲んだ腰の部分に注意してください。拡大してみました。白い
布のようなものが描かれています。これはしかし布ではありません。ずっと足の下まで輪郭がぼやけて続いています。つまり神秘皮です。つまりこの人物も脱皮するタイプの人物であったことを示しています。そしてそれと同じ、まあ、人物をですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが岩窟の聖母ルーブル版の中に描き込んでいます。マリアなる人物の指先がこの子供の神秘の下に潜り込んでいます。その色の表現の仕方、形、コンセプトは全く同じです。位置も同じです。そしてその神秘がですね、全体としてそれが続く輪郭にでをですね、ぼんやりとしている点に注意してください。つまり神秘川がここに描かれているということになります。そしてもう一度トカゲなどの爬虫類の脱皮の様子と比較してみてください。正確に色、まあ、形、神秘の様子、脱皮している様子がですね、正確に描かれているのがわかります。つまりこれらの絵はですね、上の絵は絵ではなくて写真技術を応用して作られた、まあ、絵ということになります。まあ、このような形で1500年後のイエスはこうした画家たちを通して、まあ、神の世界を説明したということになります。もう一度左の子供の足を見てください。輪郭がぼやぼやとして、そして足の甲からつま先にかけて皮膚がめくれているのがわかります。つまりこれは布ではありません。一般に説明されているような布ではありません。脱皮した皮ということになります。注意深くご覧ください。そしてその脱皮した様子がトカゲのそれと一致しているという点に注意してください。今赤丸で囲んだ部分がそうですけども、輪郭がぼやぼやとしてますね。で、同じようにジョルジョ・ヴァサーリの描いた絵の中でもそれが表現されています。輪郭がぼやぼやとしている点に注意してください。ということは岩窟の聖母の中に描かれている左の人物イコールジョルジョ・ヴァサーリの描いたこの絵の人物ということになるのではないでしょうか。今まで私は餌の子供というふうに表現してきましたが、この人物こそがひょっとしたら替え玉イエスということになるのかもしれません。今はペンディングということにしておきます。ともかくもこのような形でジョルジョ・ヴァサーリの絵とレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母の中に描かれている左の人物、子供の皮膚が一致しているという点です。で、脱皮についてもう一度簡単に説明しておきます。やはり岩窟の聖母ですけども、右の天使と言われているこの人物は、一般には女性と理解されていますけども、この人は女性ではありません。それについては別のところで証明しましたが、右はミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いた絵です。左はダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の絵です。やや角度が違いますから比較しにくい点もありますけども、こうした顔の称号においては違いがないという点で同じと判断します。右のシスティーナ礼拝堂のこの天井画には4枚の絵が描かれていますけども、その中の1枚です。そして残り3枚は皆ついているものがついているイコール男と判断します。そしてその背中にはやはりヒレが描かれています。このヒレに注意してください。先ほどジョルジョ・ヴァサーリの絵の中に描かれていた、まあ、ヒレと、そしてミケランジェロが別のところに描いた、まあ、3人ノアと3人の息子のところで描いたその人物のヒレと色、形、そして色使いが一致しています。そしてこの人物の右のですね、人物の皮膚も腰から下がぼやぼやとしています。この手法はラファエロも使っています。それも別のところで説明しました。そしてこの人物の皮膚を見ていただきたいと思いますけども、やはり皮膚のですね、輪郭線がぼんやりとしている点に注意してください。つまりこの人物もやはり脱皮するタイプの人間であったことを示しています。それと同じ手法がですね、まあ、岩窟の聖母の中の左の子供、そして、ジョルジョ・ヴァサーリの中央の下の人物にも表現されているということになります。
こうして、まあ、絵画の手法といいますかね、表現の仕方が一致していくということです。つまりダヴィンチも、そしてミケランジェロもジョルジョ・ヴァサーリもですね、要するに1500年後にイエスの操り人形芸術家であったという、つまりはその傍聴が固められていくということになります。左はレオナルド・ダヴィンチです。右はミケランジェロです。まあ、このような形で一致しているということですね。で、何故に、まあ、このような絵を描いたかということですけども、三者の絵を比較してみます。レオナルド・ダヴィンチです。ジョルジオ・ヴァサーリです。そしてミケランジェロです。こうして三者が一致していきます。つまり脱皮する人間であり、そして背中にはヒレが描かれていて、そしてそれぞれが共通性を持ってつながっているということです。となると右下のこのジョルジオ・ヴァサーリの絵は、絵に描かれている人物は替え玉イエスということになるのかもしれません。今はペンディングということにしておきます。またその可能性も出てきたということです。で、話をもう一歩先に進めてみます。ジョルジオ・ヴァザーリという画家を通して1500年後のイエスはここに12という数字を隠し込みました。つまりここに描かれている左端の人物はニンフルサングであるということになります。もう一度確認しておいてくださいね。12です。そしてその数字はニンフルサングの神聖数ということになります。イコール左端の人物はニンフルサングということになります。で、そのニンフルサングは日本とも深い関係を持っています。日本の埴輪です。まあ、こうした埴輪が発掘されていますけども、やはり段々スカート、段々スカートを履いている点に注意してください。そして手の先は細く、まあ、手のようには人間の手のようにはなっていないことがわかります。この埴輪に注意してください。これはエジプト周辺で見つかっているやはり埴輪ですけども、同じようなコンセプトで表現されているのがわかります。手の先に注意してください。女性像ということになっていますけども、まあ、ぐにゃーっと曲がった腕、そして手のひらのない手、そして太い腰に注意してください。そして右端がですね、これがニンフルサグ像と言われているものです。こんな像も見つかっています。そのコンセプトは一致しています。つまり右端がニンフルサグ像であるならばですね、左3体もやはりニンフルサグ像ということになるのではないでしょうか。ただ女性をですね、このようにディフォルメ化して表現したとは私には考えられません。そしてそのコンセプトが日本の埴輪へと一致していきます。こうして日本の埴輪に描かれているこれらの人物は、つまりはニンフルサングであるということになります。by 林博士説です。で、同じような像がイランでも見つかっています。ぐにゃーと言いますかね、細い腕と、そして手のひらのない手、太い腰ですね。そしてティアードスカート、段々スカートです。これをまあ偶然の位置と見るかどうかは皆さんの判断によるところだと思います。つまり日本の埴輪はですね、古代の神々を正確に表現しているということになります。その中の一つがこの埴輪であり、この埴輪は私林博士はニンフルサングを表現しているものと判断しています。ニンフルサングです。メソポタミアで見つかっています。で、ぐにゃっと曲がった腕がですね、糸尻で見つかっている、まあ、これは土器ということになってますけども、左のような土器でも表現されています。左の土器の腕と、そしてニンフルサングの腕を比較してみてください。つまりはサーペント族の腕ということになります。で、よく見るとですね、指先が3つに分かれている点にも注意してください。まあ、先ほど紹介しました
この、まあ、井戸地で見つかっている土器の表面にもやはり三本指の、まあ、エイリアンらしきものが、つまりは私たちが神と呼ぶエイリアンが表現されているということになります。そして全体としてオメガマークを、まあ、モチーフにしているということも考えられるということになります。一応ここではペンディングマークにしておきますけども、要するに左が、土器ですよね。そして右が、メソポタミアで見つかっているニンフルサグのシンボリックなオメガマークということになります。で、見方によっては左の土器もですね、オメガマークを表現しているように見えます。まあ、これについてははっきりしませんので、このままにしておきます。現地で説明されているように、これは左はですね、カエル、カエルなんかではありません。神、神です。さらにこんな興味深い事実もあります。ニンフルサグですね、耳に注意してください。目の横にある耳です。下はハトホールです。エジプトの女神です。そして一番下が縄文ヴィーナスです。目と耳の位置に注意してください。耳が異様に離れているのがわかります。つまりこうして三者がつながります。これが何を意味するか私には今のところわかりませんが、まあ、古代の神々はこのような、まあ、骨格をしていたということになるのではないでしょうか。中心線と耳の位置を比較してみてください。耳が異様に離れているのがわかります。で、結論ということになります。1500年後のイエスはジョルジオ・ヴァサーリという操り人形芸術家を通して私たち人間に何を伝えたかったのかということになります。そのヒントがこの矢印のところにあると私林博士は判断しています。この絵に注意してください。拡大し角度を整えてみます。するとこのような絵が浮かび上がってきます。絵の中央にはですね、星が7つか8つ描かれています。7つか8つです。そしてその下向かって左側にはバホメット、つまりイエス・キリスト自身が描かれています。神を見かけで選んではいけません。そして向かって右側には羊、つまりチャーチ・オブ・ローマ、つまりローマン・カトリックのシンボルである羊が描かれています。つまりマリア・イシュタールということになります。そしてこの中央下には地球が描かれています。その地球を挟んでパフォメットと羊が何やら話し合っているか、あるいは地球を取り合っているかのようにも見えます。まあ、その判断は皆さんにお任せします。つまりこうした構想関係をですね、1500年後のイエスはジョルジオ・ヴァサーリを通して私たち人間に伝えたということになるのではないでしょうか。そしてこの絵全体に向かって左側にはニンフルサグが描かれています。エア、エンキ、プロメテウスの、妻あるいは姉ということになります。人間を改造したエンキ、そしてニンフルサグということになります。そしてその右側には羊、つまりエンリル一派のイナンナ・イシュタール、つまりマリアが描かれているということになります。人間を改造した延期、そしてニンフルサグ、それに反対したエンリル、そして、イナンナ・イシュタールということになります。そうした構想関係がこの絵の中に表現されています。